こんにちは、音玉たまこです。花嫁入場。どうだ、たまこ。水無月夏樹のウェディングバージョン。花嫁衣装に見えるかな？正直あんまり。著者弁にそう。ということで、私たちの通うこの青霧高校では、はい、将来いいお嫁さんになるために花嫁訓練、通称花訓という授業があるのをご存知だろうか。今回はその中でも最も大事な行事の一つ、ブーケトスの練習をするぞ。よし来た。ブーケトス、花嫁が未婚の女性に花束を投げる習慣のことです。もともとは結婚の祝福にあやかりたい未婚の女性が花嫁の身につけている小物やブーケの花をむしり取っていたのが始まりとされています。ちょっと意地汚いですね。いやー、たまこの解説はためになりますな。お前聞いてなかったろ。はい、今回は練習用に黄色いバラのブーケを用意しました。ん？これ本当にバラ？いや、本物は用意できなかったから私のアホ毛を寄せ集めて作ったの。汚ねえ。じゃあ行くよ。オッケー。これ夏希のアホ毛なんだよな。ちょっといい匂いしそう。嗅いじゃおう。あ、チリシチュアートリラックスシャンプー N500ml 角。タマコ！いくよ。うん。私の思い、かっこ髪の毛がたくさん詰まったこのブーケ、タマコに、みんなに、世界に、宇宙に届け！夏希の投げたブーケはその思いと共に拡散し世界中に広まった。そのうちの一つは無事に大気圏を。バーチャルさんは見てにも収録現場を上手。バクさん、これがゲーム部プロジェクトがバチャ見て7話に出演できなかった本当の理由である。あちゃーん。フィクション、